惑星 SR388 の地下に広がる広大な迷宮、メトロイドサムスリターンズはこの広大な地下世界を探索し、惑星内に生息する未知の浮遊生命体メトロイドの殲滅を目指す 2D アクションだ。主人公サムス・アランが身にまとうパワードスーツはパワーアップアイテムによって多彩なアクションが次々に増えていく。これによってバトルはより爽快になり、探索できる範囲はどんどん広がっていく。では各能力について紹介しよう。パワービーム、右手のアームキャノンから発射される標準的なビーム、連打することで連射も可能。チャージビーム、エネルギーを貯めて一気に放出する強力なビーム、チャージゲートを開けることもできる。アイスビーム、低温ビームで敵を凍らせる、凍った敵は足場に利用できる、ボス戦でも有効だ。ウェイブビーム、波動エネルギーを発射し地形や障害物を貫通する。グラップリングビーム、ロープ状のビームを発射して特定のポイントに捕まることが可能。ぶら下がったり障害物を破壊したりといった探索に有効なアクションに加え、ボス戦でも活躍する。スペイザービーム、3本のビームを同時に発射、広範囲かつ強力な攻撃で戦闘力が飛躍的に向上。プラズマビーム、プラズマエネルギーを収束して発射し敵をも貫通する強力なビーム、その高い攻撃力による殲滅力は圧倒的だ。ミサイル、ビームと違い数に制限があるが、攻撃力の高いミサイル、特定のブロックを破壊したり特殊なゲートを開けることもできる。スーパーミサイル、強化型のミサイル、攻撃性能が非常に高くメトロイド戦でも効果が大きい。強力なエネルギーで閉ざされたグリーンゲートを開けることができる。モーフボール、球状に変形し狭い通路を進むことができる。スパイダーボール、モーフボール状態で壁や天井にくっついて移動できる。スパイダーボール入手により行動範囲が劇的に広がる。スプリングボール、モーフボールやスパイダーボール状態でジャンプできるようになる。ボム、モーフボール状態で使える爆弾、ブロックの破壊やこんな使い方も。パワーボム、広範囲に凄まじい熱量の爆発が広がる強力なボム、スーパーミサイルでも開けられないイエローゲートを開けることができる。ハイジャンプブーツ、ジャンプの高さが大幅にアップ。スペースジャンプ、空中で連続ジャンプができる。足場のない広い空間で大活躍。スクリューアタック、回転ジャンプ中体当たりで敵にダメージを与える。バリアスーツ、敵からのダメージを軽減し高熱ゾーンでもダメージを受けない。グラビティスーツ、敵からのダメージを大幅に軽減し水中でも自由に動けるようになる。溶岩のダメージも受けない。これらの能力に加えエイオンアビリティと呼ばれるエネルギー消費型の特殊能力も存在する。さまざまな能力を組み合わせることでアクションの幅はさらに広がる。全ての能力を見つけ出し広大な地下迷宮を攻略することができるか。メトロイドサムスリターンズ。